今では見かけない映画の看板、懐かしい丸い郵便ポスト、オート三輪。そう、ここは昭和の街、福井県立博物館にある昭和の暮らしというコーナーに来ました。ここでは昭和40年前後の街並みや暮らしの様子が展示されています。他にも昭和の食堂って感じのお店ですね。わー、安い。ビール160円、カレーとか120円、おろしそば30円。さすが福井はおろしそばの本場。それでは中に入ってみましょう。お邪魔します。お店の中は当時のまんまの雰囲気を展示されています。まるで時が止まったかのよう。次はお隣の町の自動車屋さんに来ました。オラちゃん、不思議そうに自動車屋さんを見てますね。で、まさかやっぱり寝てた。自動車屋さんの中見てみよう。このオート三輪だけじゃなく自転車もありますね。昔の車屋さんは自転車も直してたようです。あ、オラちゃん次どこ行くのかな。オラちゃん、この空間まだ不思議なようですね。しばらくオラちゃん自由に思いのままこの街並み楽しんでもらおうかな。オラちゃん、やっぱり自動車屋さん気になるのかな。オラちゃん、そこではロボットドッグ受けられないよ。自動車とか自転車に近しいものを感じるのか興味がありそうです。お、また動き出した。ベンチの注意書き読んでます。またまた動き出した。結局自動車屋さんが気になるんだね。
ここのコーナーは昭和の懐かしいアイテムが展示されています。ほらちゃん、オラちゃんには珍しいものばかりだね。